阿妈。哦。哦。てめえ座頭市だってな。ちょい。座頭市と聞いちゃ見逃せねえやな。勝負だ。おい、アンバさん、サイコロ持ってきたんだな。俺と勝負してくれよ。へい、よ。グイチの長。はは。そいつの胴を私にいっぺん取らしてみちゃおうないかね。向こう口でね。おまんそれで壺触れるか。私がまたこの手慰みってえとこれが根っから目のない目があるもないもんお前もともとそれが壺の中は見える。もんな試し一度あの振らせてみてやってくんなさいましな。いいだろう、やってみな。どうもありがとうございます、うん、いいか。あの皆さん、私目くらずでございますからね。あの手際のまずいところはご勘弁出すと。よろしくございますか。カボリだ。さあ、なるほどな、なるほど、これは大した腕前じゃ。よっしゃ、蝶と行こう。蝶、はい、蝶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 。あの、それで全部ですか。蝶型が175文です。半型が50文だ。なんそれバッチですか。よろしくだよ。え、じゃあ、お、お、サブロクの花。はっ、初請けが125文だ。よう見えてるがな。じゃあ、あの、続ける続ける。よろしくお願いしますね。どうぞ、終わりなすったくない。あまん、これ。ほんまに貼って言えねんな。ええと、さあどんどん貼ってくださいよ。どうぞ、貼っとくの話、どうぞ貼ってくださいよ。面白いね。私貼らしてもらいますよ。はい、長だよ。さあ、長だ。あれ、皆さん、長ばかり。半はございませんか。あらへんで、あらへん、はあらへんと。300に250と210やろ、200に210、150、全部長や。あ、それで締めて、間300と25文。こんなバカに皆さん気前よく食べましたね。気に入りました。おご一の長。え、長ですかい。間違いないよ。長、誰か、やっぱり目がねえんだな。おっと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 、三種ではな、600の帰れやな。おお、こっちに慌てるなんて、慌てるなんて。はい、これで終わりじゃ。どうだ、まさ、おケツあげるかい。いい、まだございます。ちょっと、待ってください。まあ、25両。どうぞ。皆さん、景気よく貼ってくださいよ。お、ならどうぞ、ほら、振っとくんなれ。へいへい、はっ、さあ、お頼もしやっせ。よろしゅうございますか。いきますよ。あ、どんどん景気よく貼ってください。どうぞ貼ってくださいよ。よし、お前、切れやるぜ。蝶だ。わいも蝶じゃ。蝶、勝利しようだ。私はこっちが出た。はい、立て。
さん、そうですか。どうしたのかと腹めんだろうが。その時その時の風向きで、やっぱりこの人気が一方へ偏るらしいな。風向きで。じゃあ皆さん、手押しございませんね。よろしゅうございますか。そっかしいサイコロね、いつの間にたもとから飛び出し。おい、ついた。そう。目は、半ですかい。あ、そん時そん時で目が一方へ偏るらしいです。じゃあこれは私の方へ。どうも皆さん。ちょっと待ちな。ちょっと待ちな。何でございますか。なんだかおかしいじゃねえか。あの、さえの目はハントデスさんでございましょう。ね、じゃあ私の勝ちですね。さっきおめえが袖口に掘り込んだサイコロはどうしたんだよ。あれはあの、ちゃんとここにございます。この野郎、イカサマやりやがったな。あたくしが。お、みんな、この野郎から覚ましだぜ。そうなんだ。勝手にたもとから飛び出したとか、なんとかいい加減なこと抜かしやって、じゃらと。あの二つのサイコロお前、壺から弾き出しちゃったな、これ。この秋お前、四つ台作ってお前、手品しちゃった、手品。ちょっと待って。それと、何でございますか。お前さん方、壺を外れた際の目にかけたんでございますか。へへへ。なべらぼうな博打ってあるもんじゃねえ。長藩博打ってのはね、壺の中の際の目にかけるんでございましょう。そうでございますね。よくも抜けんけんとこ抜かしやがったな。こらの野郎。こいつは、めくらだと思って見くぐりやがってか。どうも、姉さん。先ほど、結構なところへお宝を預かっていただいて。あんまさん、あんのかい。今ちょっと相談したのね。な、どっちにしようかな。よいちょよいちょよいちょ。ちょ、へ、ちょ、できました。ちょ、いぞろのちょ。あれ、これでな、おめえに柔らかいおしめ買ってやるよ。な、へい。あ、やの。そのままちょ。できました。勝負。本番の勝。どうしたんだ。へ、今あの変な馬に付き合回ってるようで。いいよ。集めといて後でいただくから。ちょっと当たった。当たった。当たった。どうしたどうした。うんちちゃちゃ。あんまさん、どうすんだい。いや、そのまま、蝶ですね。あ、できました。勝負。威力の蝶。蝶かい。あんまさん、あしと一つ、さしてやらねえか。堂本さんでございますか。よろしゅうございます。博打は差しにかけてます。一歩のいい山さんだ。じゃあの、この運のついた駒でもう一丁ちょっと行きましょう。じゃあこっちはハンだ。皆さん、よろしかったらどうぞ足の駒にお乗りなすってうない。どうぞ。あの、ご覧の通り足はめくらでございますけども、博打の目だけはついております。どうぞこれでございますかこれだけですね。ほら、また大した傘になっちまったな。
ロモツさん、この駒全部お受けになりますか。おお、いいとも。おめえさん、なかなか度胸がいいね。皆さん、いいですか。こっちは藩ですよ、藩。いいですか。なんだ、お前も藩な。さあ、勝負といきましょう。ありましたね。なんで冗談言っちゃいけねえや。いえいえ、私はめくらですけども、ツボのネイルだけはよくわかるんです。何言ってんだよ。しょしょ、え、しょ。そのサイコロでやっておくんなさいな。してもらいます。であの、足と何をしようとおっしゃるんです。おめえの居合と俺の技を争ってみてんだよ。足の居合とご冗談。ところがな、あるところでお前の居合見てるんだ。俺
て35両受けるかざと。大きな博打になりましたね。気に入りました。20両では勝負といきましょう。もう一度念を押しますでございます。足はただ一文線を切りゃいいんでございますね。そういうことだな。呆れましてございますか。先生、先生。なるほどね。ああ、十手持ちの親分さんのところだと大っぴらに博打ができてようござんすね。ああ、ようござんすね。ついちまってどうもすいません。よく出せ。さあさあ貼ってください貼ってください。ちょっとちょっとじゃあまた貼り方できました。しょ。質問半。バカに半ばっかりで。あんまさんついておりますね。おかげさんでと。だいぶ受かってるようだね。昨夜の旦那ですか。すっかりお言葉に甘えて貸すがしてもらっております、ね、少し儲けすぎじゃねえか。もうその辺で洗ってお帰り。佐藤さん、ついてる時だ。どうです、今度は一つでっかくかけてみちゃう。旦那、お振りになるんですか。はあ。めくら、駒札よりその杖をかけたらどうだ。その杖で10両。冗談言っちゃいけません。あんまの杖は命でございます。その命を10両で払えとおっしゃいますか。ならば100両。100両。こんな薄汚い杖が100両。おまさん、おめえその杖がなくなっちゃ歩けねえんじゃねえのかい。旦那が振っておくんなさりゃ、杖が命でもかけます。よし、
お願いしますね。勝負藩の目になってますね。勝負白木の長だ。あんまさん、気の毒だったな。とっくりの中のさえの目も長でございますか。資産の判断。さすが壺振り一つで当選なすってる方は違いますね。とっくりの中でも勝負なさるんです。これは変わった思考だ。目黒、貴様との勝負これからだな。あ、旦那、あの掛け金の100、今私と差しで勝負なすった方はこちらの親分さんのところの方ですね。それがどうしたの。道元さんも承知で勝負させといて。手妻はやるわ、負けた銭は払わない。これは一体どういうことになるんです。そんなこと知るけ。じゃあ、まあ私は勝手にもらっておきましょう。よろしいやねんけ。頂戴しました。